すぬちゃんの話について、なんと今回はすぬちゃんテレビの話について、すぬちゃんの死ぬかと思った話、ピチ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 。いや、これさ、人生でなかなかないですよね、死ぬかと思うことって。これなかなかないと思うんで、本当に大げさじゃなくて、サムネの釣りとか、まあ、一切なしで、本当に死ぬかと思った話をしていきますんで、もしよかったら最後まで、見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは、すぬちゃんの死ぬかと思った話、行ってみよう。あれは去年の年末だったので、2019年の年末でした。で、2019年の年末は、すぬちゃんソロのこととか、それからエグゼルのこととかもあって、めちゃくちゃ忙しかったの。で、そんな中、忙しい中でも、3日連続で、なんかすごいクリスマスシーズンにライブがあったわけ。マブがやったり、それからクリスタル・ケイト・ジードがやったり、3日連続って日があったわけ。それで、すぬちゃんももう連日の仕事で疲れてたんだけど、でもさ、どうしても見たくて、ちょっと無理して行ったわけね。で、お腹空いたりするじゃん。夜ご飯食べたいから。で、ライブ見ながら、ちょっとポテト食べたりとか、ポテト、みたいな感じで食べたり、お蕎麦とかも置いてあるからさ、あとさ、ハンバーガーとかも置いてあってさ、まあ、とりあえずさ、美味しいわけよ、食べ物が。でさ、その中でもさ、ビーフのさ、ステーキがさ、すごく美味しくて、3日連続の2日目の日の夜にビーフのステーキ食べて美味しかったから、次の日も行ったのね。その時、ジェイドのライブで、ジェイドがクリスマスソングとか歌って、で、すぬちゃん赤いセーター着て、で、クリスマスツリーの前で一番後ろから実は見てたのね。あー、クリスマスだ、いいなー、なんてこう、ワイン片手にさ、ジェイドの音を聞いてたわけで、最高だぜ、ジェイド、みたいになってさ、聞いてたわけよ。でさ、ちょっとさ、すぬちゃんテンション上がってさ、赤ワイン飲んでたらさ、これ昨日食べてたビーフと合うんじゃねーと思ってさ、昨日頼んだやつあったじゃないですか、あのビーフステーキちょっと一つってさ、モスも食べる、食べる、一緒に食べようぜ、つってさ、でさ、ジュエルのさ、クリスマスソング聞いてたの、そしたらビーフステーキ聞いてさ、すぬちゃんもちょっと疲れてんのにさ、酒飲んでさ、ビーフステーキ食べたらさ、たまたまそのビーフステーキの一番端っこの方が、ちょっとね、筋が多かったのね。その他はすごい美味しかったんだけど、そういうのってあるじゃないですか。ものによって、たまたまここがちょっと筋、ここだけ多いですよ、みたいな。それで、すぬちゃんなんかそれを、ちょっと酔っ払いながら、ワイン飲みながら見てたらさ、ビーフさ、おっきいのね、一個一個が。でさ、これさ、ちょっと、美味しいな、ワインと合うな、なんてさ、これさ、あんまり噛まないでさ、食べてさ、飲み込もうと思ったの。そしたらさ、このさ、気管のところに、ビーフステーキが、ピッてくっついちゃったの。噛まないで飲み込んだら、ピッてくっついたのね。吸っても吐いても、ってなって、息ができなくなっちゃったの、そうじゃん。それで、はぁってなって、やばいと思って、その持ってたフォークとナイフ、はぁって落としたの。で、はぁ、はぁって息、もう、こう。息が本当にできなかったの。それで、死ぬと思った。本当に死ぬと思ったの、すぬちゃん。で、やばいと思って、落として、でも声も出せないわけ。で、隣でモスって呼んでんだけど気づかないじゃん、音楽鳴ってるから。で、水飲んだの。水飲んだら、気管、塞がっちゃってるから、ブーって出てきちゃったの。ほんで、あ、倒れる、と思って、モスが気づいてくれて、どうしたんすかってさ、どうしたんすかってなったら、もうね、あとね、5秒で倒れるとこだったの。本当に、助けてとか、救急車呼んでとか、やばいとか、そういう言葉も一切、気管と、声帯、喉のところと一気に、もう、牛肉がピタッてくっついちゃったの。それで、もう筋があるから、この状態。で、もう15秒ぐらい息止まって、死ぬと思って、水飲んでもブワーって出てきちゃって、はぁと思って、もう下向いてみたの、一回下向いてみたの。で、うわーって言ったら、したら、牛肉が、こんなでかい牛肉が出てきて、うわー死ぬかと思った、すなちゃん死ぬかと思った、あぶねーと思って、大丈夫ですかってさ、みたいな。やばい、死ぬかと思った、みたいなさ、でもう、フォークとナイフは落としてるし、さ、下にさ。でさ、もう水はブワーって我慢しちゃってるしさ。店員さんもさ、どうしたんですかアツシさんみたいになっちゃってさ。牛肉がここに詰まって死ぬかと思ったと思ってさ。もうその後なんか冷や汗出てきて、本当に人生で死ぬかと思う瞬間ってなかなかないでしょ。すぬちゃん、盲腸やった時のお腹痛いのと、
全身麻酔でさ、あのポリープの手術した時とか何回かあるけど、でもあと事故を起こしたことある方とか、皆さんいろいろあるかもしれないけど、もうすなちゃん過去一、過去一生きてきて死ぬかと思った瞬間はそれやばいから、皆さんさ気をつけた方がいいよ。だからよく噛んで食べなさいっていうお母さんの教えはちゃんと聞いておくべきだったなって今更ながら思いました。はあ、よかった、生きててよかった。俺もさ若い時はさ、いやいやお餅詰まって死なねえだろと思ってたけど、あれは死ぬ、気をつけてみんな、本当に死ぬ。おじいちゃんおばあちゃんたちもあれ嘘じゃないからね、本当にニュースで見たでしょ、お餅を詰まらして死んじゃったって。本当だから、だからおじいちゃんとおばあちゃんにもよく伝えて。おじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでたり近くにいる時とか、年末とか年始とかお盆の時に会った時には伝えてください。そして家族にもなるべくちっちゃめのお餅を食べるとか、ちっちゃく食べるとか、うん、あと硬いものをいっぺんに飲み込まないでよく噛んで食べるように。子供たち分かったか？よく噛んで食べろよ。すなちゃんみたいに危ない目に遭うぞ。気をつけてね。というわけで今回はすなちゃんの、うん、死にそうになった話やらせていただきましたと。失礼しました。本当に死にそうだったんだから、怖かったんだから。というわけで今回はすなちゃんの死ぬかと思った話聞いていただきました。もう話しただけでさ恐怖が蘇ってくるよ。今話しただけで疲れたよ。本当に怖かったんだから、みんなも気をつけてね。物はよく噛んで食べた方がいいよ。ほんと、いうわけでこれからもすなちゃん TV ではこういうなんとかの話みたいなのも、滑らない話だけどさ、すなちゃん芸人さんじゃないからさ、そんないっぱい持ってないから、うん、エピソードトークとして、うん、なんとかの話これからもさどんどん上げていきたいなと思って。ムカついた話とかさ、イライラした話とかさ、恥ずかしかった話とかさ、よくないでさ、一個もう思いついてんだよね、すなちゃんが恥ずかしかった話。ちょっとこれ次回やりますね。またちょっと恥ずかしい思いしたからさ、それも皆さんにさ公開したいなと思ってます。それでは本日もご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくね。こんなこと言ったことねえよ、初めて言ったよ。それではまたお会いしましょう。すなちゃん TV でした。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子供たちの未来につながります。